正解を引退して音楽活動に専念していた70代半ばのパデレフスキ。1939年に祖国ポーランドがナチスドイツに奪われ、パデレフスキは祖国解放のために立ち上がったが、祖国解放を見届けることは叶わず、1941年に亡命先のニューヨークにて80歳で隠しした。日本パデレフスキ協会はポーランドのピアニスト、 作曲家にして、首相でもあったイグナツイ、ヤン・パデレフスキを紹介し、日本とポーランドの関係を深める場を提供するため2016年に設立された日本の組織。2016年4月、ポーランドのビドゴシチ市にある IJ パデレフスキ名称をビドゴシチ音楽協会のヘンリク・マルテンカ理事長の依頼を受け、ピアニストの中村博子が中心となって発足した組織。 20世紀ポーランドを代表するピアニスト、作曲家であると同時に、政治家としても活動し、1918年に独立を回復したポーランド共和国の首相ともなった、イグナツイ、ヤンパデレフスキの人物像と作品を広く紹介するとともに、日本、ポーランド両国の友好関係をさらに深めるための交流サロンとしての役割を果たすことを目的としている。 2016年4月4日、ヤマハ銀座店にて、同協会の細田博之会長、中村博子副会長、劉有香事務局長が列席する、記者会見が開かれて、設立にあたっての目的や、活動内容などが発表された。同年5月には、兵庫県相本市の相本市文化体育館で同地で8度目となる中村のコンサートが行われたが、 これが中村による最後のピアノ演奏となった。同年7月26日、中村が成去。2017年1月、日本パデレフスキ協会の相元支部が発足。同年3月8日、中日ポーランド大使館にて、日本パデレフスキ協会の記者会見が開かれて、会見の冒頭で、ピョトル・ショスタック中日ポーランド臨時代理大使が、 挨拶を行いパデレフスキの祖国解放への貢献や政治家としての功績を強調した。また、新たに会長に就任したピアニストの横山幸夫が挨拶をして中村没後の体制や活動について発表を行い同協会総裁となった細田からは政治家、愛国者としてのパデレフスキを語るスピーチがあった。ありがとうございます。